障害という言葉。精神科医樺沢志穂のカバチャンネル、今日は金沢城のネズミ田門橋からお届けしています。今日は質問いただきました。万作さん、52歳男性。なぜ障害という言葉は変わらないのでしょうか。差別的な言葉に感じられて仕方がありません。障害、精神障害とかね、身体障害者とかね、非常に何かこうショッキングだというか、絶対なりたくないなみたいな、ものすごくネガティブな要素が強い言葉だと思いますので、私もやめた方がいいんじゃないかというふうに思いますね。で、精神医学ではね、ディスオーダーっていうのを使うんです。英語の訳ではね、なんかメンタルディスオーダーです。精神障害の元の訳は、メンタルディスオーダーっていうと精神障害だし、ムードディスオーダーと感情障害っていうことになるんですけど、障害っていう言葉になっちゃうといきなりなんか重たい感じで治らないイメージが強いです。で、英語のディスオーダーは障害という意味ではないですよね、どう見てもね。オーダーっていうのは秩序とか調和って意味で、それがディス、ダメになった状態だから、調和が取れていない、せいぜい不調ぐらいなんですよ。だからメンタルディスオーダーっていうのの訳としては、精神不調ぐらいに訳しておくのが正しい訳ですよね。私精神障害なのっていうのと、私精神不調なのって場合に、全然重症度がね、10と3ぐらい違うようなイメージっていうのを与えると思います。なので今、精神障害者手帳とか精神障害者なんちゃらっていうふうに呼ばれますけど、この精神障害者っていう言葉自体でなんかものすごく差別してる感じなので、もうちょっとこの名前をこう変更したりするっていう考えをしてほしいなというふうに思うんですね。統合失調症っていう病気がありますけど、昔は精神分裂病だったんですね。精神を分裂するってどういうことよという話なんですけども、統合失調症っていうのは、もともとのスキゾフレニアっていうドイツ語の言語に正しい形に訳したものが統合失調症っていうものなんですけど、統合失調症っていう感じになると、精神分裂病よりもはるかにね、精神分裂病だと10ぐらい悪いのが、やっぱり統合失調症にすると3ぐらいになって、でこの名称変更の問題ってずっとね、20年ぐらい前にいろいろと精神医学界でも揉めに揉めて、そんな名前を変えたぐらいで、そういうスティグマっていうんですけど、差別とか偏見ね、そういったものがなくなるはずがないっていう学派の人と、いや名前を変えると少しでもそういったものは軽くなるっていう学派の人で、すごい論争があったんですけど、結果として名前を変えることによってものすごい差別や偏見が減ったというのが現実でございます。それまでは精神分裂病の人は自分のことを精神分裂病だってことを名乗ることすら恥ずかしい状態だったですが、最近では SNS とかを見ると、私統合失調症ですとか、以前統合失調症の薬を飲んでましたみたいなことを平気で書き込んでる方とかがたくさんいらしてですね、自分でそういうふうに言えるぐらいのね、そういった人っていうのは昔は絶対ありえない話だったんですけども、やっぱりそういう病気に対するイメージっていうのが、言葉を変えることによって変化していくということっていうのが実際に起こってくるので、この障害という言葉もね、また別な言葉に変更されることによってね、そういう差別っていうのが実は減っていく可能性っていうのはね、あるということはね、言えるかと私も考えています。精神科医が教えるストレスフリー超大全、ぜひこの本であなたのストレスフリーを実現してください。全国の書店で絶賛発売中。